皆さんこんにちは、荻部チキです。さまざまなテーマについて話していくチキズトーク、今回も学校の校則について話していきたいと思います。学校の校則、だんだん時代を経ることによってどんどん軽くなってるのかと思いきや、どんどん厳しくなっているという実態があるということをこれまで紹介してきました。そのうちの一つ、今日はですね、スカートなどの制服について注目をしてみましょう。実は学校の制服のスカートの長さ、これが厳しく決められているという割合は、私30代が経験した数でいうと 27.5% だったんですね。ところが現代の10代が経験している割合というのは 48.1%、 非常に多く増えてるんですね。で、このスカートの長さが決められていることなどについて、学校の先生などにヒアリングをすると、痴漢対策ですと、そうした被害に子どもたちが遭わないようにしますというようなことを言っていたりするんですよ。またそれとはまた別にですね、下着の色が決められているという割合も増加しているんですね。これについては30代が経験した割合ですと 1.4% だったものが、10代の皆さんが経験している割合ですと 11.4% ということで、非常に激増しているような状況があります。こちらも下着などが透けたりをすると、また痴漢などの性被害に遭いやすくなってしまう、あるいはそうしたようなところで派手な下着をつけることによって、またレズ状を煽ってしまうというようなことが説明されていたりします。ただこれらの言い分というのは、多くの疑問点というのがあるんですね。例えばスカートの長さが実際に長い人と、スカートの丈が実際に短い人、この人たちの痴漢の被害率というものを比べてみると、数パーセントの違いはあるんです。でもその数字より大きなインパクトを持っている数字というのが別にあります。それは制服があるか制服がないかというような数字の違いなんですね。制服があるというふうに答えた人は、それがブレザーであれ、セーラー服であれ、ボレロであれ、他の種類の制服であれ、制服であるというだけで 50% 近く、 50% 弱の人たちは痴漢被害に遭うというふうに答えています。一方で制服がないというふうに答えた人の痴漢被害の割合というのは 28% くらいまで下がるんですね。つまりスカートの長さよりも、具体的には制服の有無の方が痴漢被害に対して影響を及ぼすということになっているんです。ということは、痴漢被害を避けるためということを本気で考えるのであれば、制服をなくした方が合理的だとも言えるわけですよね。そのようにいろんなデータが語る実情というのは多々あります。しかしながら、この語り方にも注意しなくてはいけないんですね。つまり痴漢にあったのは制服などの服装で誘っていたからだというような、ある意味ではその性被害に対するセカンドレイプというものを助長する語りにもつながってしまうんですね。あなたがアバズレだったから、あなたがビッチだったから、あなたが誘うような格好をしていたから、あなたに隙があったから、そうしたような格好で性被害者たちをパッシングするような向きというのは現代でも多くあります。そして学校の校則についての語り方がそれを助長してしまうということが起こりうるということも注意が必要でしょう。なお、下着の色なんですけれども、白が本当に劣状を煽らないかどうか、これは別問題ですよね。また例えば白の下着というのは実はとても透けやすい、これ学校の校則が話題になった時に複数の方が、検査をしました。白い布にいろいろな色の布を重ねていって、どの色が透けやすいか、実は赤色なんかはとても透けにくかった、一方で白に白を重ねるととても透けやすい、浮きやすいということが分かったんですね。そしてなぜか知らないけれども、この社会では白の下着に対してある種のファンタジーを抱く人たちもいたりをする、あるいは相手がおとなしいからこそ逆らってこないだろうということで、痴漢などの性暴力のターゲットにするという人も存在するわけです。こうしたことを考えると、今言われている制服や、下着、これに関する校則の言い分というものもいろいろ疑問が出てくるということも分かります。いろいろな事実に基づいていろいろな検討をし、そしてさまざまな当事者たちの人権というものを一番に考えた上で議論を進めていく、そうしたような議論を加速することが校則問題においては必要なのではないでしょうか。荻部チキでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。